はいはい、どうもパラダイスロスト、今回もやっていきたいと思います。30回目、いったっけかな。うん、というわけでやっていこうかな。うん、あれか、なんかノーさんがやけに強くなってたね。襲い来る凄まじい激痛に僕はもだえながら転げ回る。すでにこと切れている男の体をバラバラに鍛えて、どんだけ強くなる。無論痛みは止まらない。痛みに耐えかね暴れ狂いながら僕は窓をぶち破って転落した。地上4階、5階よりはマシだなと言えないだろう。傷を負った身、錯乱した思考、このまま落ちれば間違いなく命が飛ぶ。うん、まあ君は主人公ですからね、大丈夫。補正というものがあるが、僕の意識は鈍い衝撃に打ちのめされつつ深い奈落へ落ちていった。うん、機械っつったよな。頭とかは生身だからな、銃くらいは死ぬと思うんだけど。まあね、雨が降る。街の毒素が降り注ぐ。温室の雨。な、雨じゃねえ、涙だよ。どれだけそれを浴びていたのだろう。頬がビリビリと痺れている。呼吸はできる。死んではいない。体は動くか。少しなら。うん、ボロボロだな。これは幸運と言うべきだろうか。それとも強運。僕は道端にうずくまる不老者がクッションとなって、致命のダメージを免れていた。不老者を撃つ。はぁ、あ、まあ、狂いたくなりますな。まったくなんていう皮肉だろう。ソフィーを守るため、平和な世界に行くために、頑張れば頑張るほど、僕は罪深い存在になっていく。この手が血で汚れていく。せめて少しでもこの汚れが拭えるようにと、僕は呪われた死の雨を受けながら笑い続けた。飽きるまで、果てるまで。そうして幾分か過ぎた後、体は再びその機能を取り戻した。傷の痛みは収まらないが、そんなことを言っていられる状況ではない。蛇がソフィーを狙っている以上、間違いなく追っ手がかかる。今ここで僕が捕まるわけにはいかない。頑張れ主人公。ガクガクと震える体に鞭打って立ち上がる。雨に長時間打たれていたため、衣服はもちろん全身ひどい有様だ。まあもっとも自業自得ではあるけれど、行かなきゃ。目指す D 地区第3層リリスさんの診療所だ。蛇から逃げる者がその巣窟に向かうなどきっと誰も思いはしない。危険であることに変わりはないが、潜り込む隙はあるはずだ。僕は煙る、ヌンニャウンの中で、なんだ、豪雨。豪雨ではないか。一人きり、白煙を上げる体を引きずり歩き出した。小娘がさらわれた。お、小物衆がやばいぞ、お前。その夜、一番の恐怖が彼の元へと届けられたのは、ことが起きてから数時間後のことである。一体、血管浮き出てんぞ。一体、見張りの連中は何をしていた？いや、それよりも、誰があれを連れ去った？あまりに凄まじい剣幕に報告を付け出すべき頭も、抵当したまま答えられない。それも当然、ベルゼバブ、すなわちソフィアは、今や彼にとって絶対に手放せない存在だ。権力の椅子に座るためにも、自らの安寧を守るためにも。もしやデザートか。憤怒と焦燥に顔を歪めながら問いただすクレメンス。いえ。だが控えめに耳元へと口を寄せる部下の言葉にその表情は一変した。それは確かか。急に冷静になったな。はい。ストライフだと。あの男、どこで情報を手に入れた？いや、それよりも、なぜそのような真似をする？一体何を考えて？楽しいからじゃないですかね。思考の海に埋没しかけるクレメンスに部下の男が遠慮がちな声をかけた。
あの男、報告によれば見張りをことごとく殲滅して少女をさらったのこと、外との外交関係、うんぬんではなく、これはもはや明らかに人身行為と思いまじゅう、速やかに。そう、速やかに処刑して叱るべき。クレメンスは部下の言に、こう、思考する。あの道化が。ソドム最大の神兵である旧文明の超遺産、死の天使が一億ベルゼバブ。その力その神秘を外の者がかすめ取るなど断じて許さん、認めない。あの男が不死身の体を手にする前に肉の一片も残らず滅殺する。まだ今ならばそれも可能なはずである。もともとベルゼバブの称号は誰やろう、ギース・クレメンスのものだからだ。そうですか。ドクターは何をしている？そもそもあの男が余計なことを言い出すからこうなったんだ。うわぁ。そうやってね、そうやって部下に責任をなすりつけるという上司。彼はストライフの協力者を追っています。あ、間違えた。協力者、例の小僧とやらのことが。まあいい。所詮は雑魚に過ぎん。はいはい。なぁ、小物の鏡だね。それよりもストライフだ。あの男をやるとなれば、さすがに人任せとはいかんだろうな。にま。仕方ながろ。お前の言う通り、もや外交を気にしている時ではない。やつはいささか図に乗りすぎた。行くぞ、自ら出んのが。短く告げ、身を翻すクレメンス。その背に控えめな声がかかる。それから今一つ、これが未確認の情報でしょうか。のだ。D3 から D1 にかけて名の知れた科学者が随々と襲われていましゅ。他の件にかかりもいないと思いましょうが。科学者、そんなものどうでもいい。大方物取りの類だろう。別に珍しいことな。珍しくもないことだ。ひ。主の剣幕に抵当する男は付け出すべき報告をそのまま留保することにした。確かにクレメンスの言う通り、今はベルゼバブの奪還とジューダスの粛清が先決である。容疑者があの男であるかもしれないなどと今さして重要なことではないのだから。あの男、どの男、男だらけだからな、このエロゲー。なるほど、これは甘いか。なるほど、これは面白い。出家大変なことになりましたね。出るたんびにキャラ変わんな、お前。しかし虫殿は相も変わらず直上結構なご様子だ。怒り心頭に発するあまり私のことを忘れている。めっちゃ嬉しそうだな、お前。それとももはや取りに足らぬ軽視してらっしゃるのか。いずれにしても愚かですね。やはりその程度の器ですか。わざとらしく臨床しながら揶揄するように、サイズルのはデザートグレイブ。彼女が有する千里眼は先のやりとりを一部始終その視界に収めていた。しかしこれは一体どうするべきですかね。もはや我々など眼中にないとでも言うつもりか。ほら今も紙幣を総動員しているようですが。君もそこに加わるかね。戦は系の娯楽だろう。止め合わせんよ。そうですね、それもいいですが、醜いものの下につくなど私の美意識が許しません。せっかくですから、石返しというやつを狙いましょう。見たところによると、スライスはクレメンスのベルズバブの兄とやらが争う隙をついたトンフと、いわゆるディオフのレイというやつですね。外者らしいゴール主義ぶりが少々鼻につきますが、作家としては優秀です。そこでもはや言わずもがなと思いますが、アーズラン、今度は君が彼らの隙をつくというわけがね。しかり、それでこその一種外し芝居かかったっていうのね、これ。芝居がかかったし草でいじれしながら弱に笑うわからんこ。私は正直、旧文明のガラクタなどどうでもいい。キャラちげえな。
だがあの男、虫ごときに好みが劣るのも耐え難い。一種の妥協案とも言いますが、つまり君が彼の言う魔王とやれになるつもりが、そういうことになりますかね。なぜなら魔王は二人もいらない。あなたはどうなさるおつもりか。なんもせんよ。私もまた君と同じくガラクタの類に興味はない。てかニートっぽいな君。ハオゴロタイはことを好まれるとそう解釈していましたが、本当によろしいのですか。私は言ったはずですよ、魔王は二人もいらないと。イエスと言って、君が信じるならばいくらでも。ならば誓いましょう。いで、デザートはペーパーナイフを手に取ると自らの手を切り裂いた。騎士の誓いというやつに最近凝っていましてね。あなたもどうぞアズラン。そして高らかに歌うのです。我が誇りをこの地にかけてここに誓うと。構わんよ。表情一つ変えぬままアズランはデザートからペーパーナイフを受け取った。シワの浮いたしかし頑強な作りの拳へ、それが無造作に突き立てられる。アズランさんはいつ動くんですかね。鹿をこの地にかけて。私は君の乱地気騒ぎに干渉するつもりはないと。わずかながらも毒を含んだその誓いは我流の皮肉だろうか。しかしデザートはそれをしがにもかけず笑っている。当然アズランも何食わぬ顔のまま感情のほどは読み取れない。これで終わりがね。いいえいいえ、まだ最後の仕上げが残っています。デザートは血の滴るその手をアズランへ差し出した。シェイクハンド。これにより血の盟約が結ばれます。外の一部では義兄弟のちぎりとでも言うそうですが。なるほど、義兄弟か。君の皮肉は辛辣だな。私の弟を手にかけたのは確か君だと記憶しているが。後始末をしたのはあなたでしょう。まあ古い話はどうでもよろしい。過去より今、そして今より未来の方が重要です。それであなたはどうするのか。いいだろう。短く王子アズランはデザートの手を取った。絆などこの街では何の価値もありはしない。血縁さえ無視されるソドムにおいて義兄弟など無意味、意味がない。ザレ事だ。それは彼ら二人も十二分に承知している、つまりこの茶番はここまで行ってもデザートの趣味に過ぎない遊びだと。せいぜい好きにやりたまえわくらんこ。ただ呆れるように微笑するアズラン。しかし客観的に見るならば、この状況で呂布の利を得るのは果たして誰になるのだろうか。わかっているのは魔王はこの世に二人もいらないということだけだ。魔王ね。少なくともあの三人じゃなれないんじゃないですかね。半日ほど休息でどうにかまともに動ける程度は回復した。怪我の度合いを鑑みれば通常こんなことはありえない。だがここは常識の通じない街だ。度重なる負傷と戦闘で僕の体は街の毒素、魔気とも言える負の波動とシンクロしつつあるもの。いや、人間離れしてきたわけだ。つまり徐々にではあるが、この体は人ならざるものへと組み変わっているのかもしれない。でも構わないさ。約束を守れるなら、再びソフィーの笑顔に会えるなら、僕はまなじりを消して立ち上がると横っ飛びで路地の中へと逃げ込んだ。いいだぜこっちで。目指す3層はまだ遠い。せいぜい1層と2層の境界付近。ここに来て僕は蛇の追っ手たちに捕捉された。
回りくめい口々に叫びながら男たちは路地の中へと殺到する。僕はその光景を遥か根元に見下ろしていた。邪魔だよ。地上10メートル、ビルとビルの間に回復して捕まっていた足を閉じ、男たちは、の頭へ急降下する。随分アグレッシブなことしましたね。僕の手は血濡れだ。もう何人殺したかわからない。それでも死ぬわけにはいかない限り、殺し続けなければならないだろう。僕の追っ手は、ソフィーの追っ手でもあるのだから。逃げる、殺す。殺せば逃げる。果てしないいたちごっこの繰り返しは気が遠くなる。折れた、あわら骨の痛みはほとんどないが、どうやら内臓が破裂してしまったらしく、毛穴から黒い血が吹いていた。加え、時折襲ってくる、身を代するような激痛。弊害、連続する戦闘でフル稼働されている鋼の技師に振り回される他の部分が耐えきれず、今にも体が崩れそう。だというのに追撃の手は一向に緩まない。この必要さ、奴のそれを連想させる。すなわちあの医者だ。あの時、奴を殺さなかったのが全ての過ちだったのか。ならば、今こそそれを垂らさなければならないだろう。火花散らし、飛び交う銃弾の雨の中、僕は荒い息を吐きながら廃墟の中に逃げ込んだ。いやー、見違えたな、悪い方向に。体が思うように動かない。これでは袋のネズミも当然だ。どうするか。いや、不意に物音に視線を巡らす。誰かいるのか。出てこい。出てこいよ。呼ばわっても返事はない。ネズミか何かか。懐かしい。声はすぐ後ろから聞こえてきた。僕は振り向き、さまにバックブロー気味の拳を繰り出す。あいたたた。ひどいですね。何するんですか。え、てっきり追ってかと思いきや、その気の抜けるような抗議の声で僕は呆然としてしまう。そこにいたのはソフィーと同年代くらいの女の子。君は、はい、おう、その服はあのお方の服じゃないですか。何、またなんか服なくしちゃったの。誰だこの子は。こんなところで何してる。フロージじゃないよね。ええ、違いますよ。あなたこそどうなんですか。僕だって違う。そうですか。じゃあこんなところで一体何を。それはって違う。聞いてるのは僕の方だ。死にたくなかったらさっさと消えろ。ん、消えろと言われても急にはとても。相変わらずだな。おい、そういう意味で言ってるんじゃない。悪いこと言わないから早くこっから出ていけ。君だってまだ死にたくなんかないだろ。は、はあ、それは確かにそうですけど、でもですね、私はここで人を待ってるわけでして、その人が来るまでは動きたくても動けないんです。人？こんなところで。はい、もう2日くらい待ってるでしょうか。あのスカポンタンは何してるんでしょうな。はあ、思い出したら何か悲しくなりました。泣いていいですか。うん、何なのだろうかこの子は。彼女の言うことを信じるならばこんな場所に2日も放置されたことになる。しかしその割には随分と余裕そうだが。あの、どうしました。いや、だがよく見るとこの子が羽織っているコートは男物だ。その待っている人とやらがくれたのか。それ…ああ、これですか。寒いって言ったら、着てろ、とか言ってくれたんです。汚すな、とかも言ってましたけど、これ以上は汚れないと思いませんか。全くの正論ですね。それでですね、もうすごい面倒くさそうな顔して、ここにいろ、とか言うんですよ。私も行くって言ったら、邪魔だ、って一言のもとにバッサリなんです。そう、想像できんな、簡単に。まったくあの人はどうしてあんなにひねくれちゃってるんでしょうか。
せめてもう少しだけでも素直になってくれると嬉しいのに。ねえ、あなただってそう思いません？でも十分デレデレと思うけどね、そんな服くれんなんて。あの、聞いてます？なあ、とりあえずこの子が少し変わってるのはよくわかった。本音を言えば他人に構っている場合ではないのだが、ソフィーと同じ年頃の子をむざむざ死なせるのも忍びない。君立って、ここから逃がしてあげる。え？でも私はさっきも言ったように、人を待ってるんだろう。それは分かったけど、死んでしまったら誰にも会えなくなる。ほら手出して。大丈夫だろうけどね。戸惑っている女の子の手を強引に掴んで引き起こす。おそらくだが、彼女が待っているという男はここには来ない。じきに僕を追ってくる奴らがやってくる。巻き添えにしたくないから、君は今のうちに逃げるんだ。はあ、逃げる？あなた追われてるんですか？そうだよ、だから早く。困りましたね。それならどうしてあなたは逃げないんです？逃げたいのは山々だけど、でも僕は。そこで再び激痛が僕を襲った。ちょっとどうしたんです？なんでもない。いいから君は今のうちに。おーす。鬼が食う、閉めて。しまったー。キャッハー。なんです、これは。うわー。いえ、塩梅に女もいるぜ。これで少し楽しめそうで、ネックス撃。目の前には重機を武装した男たちが7、8人結構多いな。しかも完全に包囲されている。これでは逃げるにしても戦うにしても絶望的だ。あんまり手間取らせんな。一応殺すな、言われてるが、置いた化石と死体にして持っていくぜ。殺すなだって。それはあの医者がそう言ったのか。ソフィーをおもちゃにしようとしたあの男が。なんせお前さんにはでかい賞金もかかってる。おとなしく生きたまま捕らえられて、捕まえられて、一生変態 G の耳元にでもなってくれ。あの君は下がって。逃げられないと分かったら逆にそこで腹が据わった。本当に誰ですか。今ようやく分かったが、こいつらは性格明確に言うとヘビじゃない。おそらくはあの医者が金で雇ったチンピラの類だろう。まあそんな、だから性格上分かるな。この程度の連中なら切り抜けられないこともない。もう少しだけ保ってても確実にモヒカンだろう。ねえ、なんだそれね。もしかしてやる気に決まってんだろう。ツッコミ入りました。傍らの女の子を突き飛ばし、僕はそのまま手近なコンクリペンを掴んで一番手前の男に投擲した。顔面を血源に変えて男が倒れる。残りの連中があっけに取られている一瞬で間合いを詰めろ。別の男の胸板を握った拳が貫いた。まだだ、せめてあと一人。てめえ、ガキが釣り乗りやがって、べっからしてやれ。ひゃっはー。まさかこの状況で抵抗されるとは思わなかったが、フル落と射撃の弾幕で僕は容易に近づけない。胴と頭さえかばえば死ぬことはないのだが、それでも義手を削る銃弾の衝撃やわずかな体力を一発ごとにすり減らしている。しかしまだだ、まだ敵は5人から残っている。ここで膝を屈するわけにはいかない。柱の陰に身を隠した僕は何とかして連中を出し抜く方法を考える。そういえばあの女の子、彼女は無事に逃げただろうか。そう思っていた時に、ですよね。あ、いや、痛いです、やめて。ひゃっはー、へへへ、いい女じゃないか。的な。事態はどうやら最悪の方向に進んだらしい。あー、聞こえたろ、出てこいや、つるげー。こいつ、お前の女が出てこねえなら、今から向いてかましながらやっちまうぞ。どうする？うん。そうだね。別に見殺しにしても、よくはないけど。男らしく出ていこうぜ。
僕はここで死ぬわけにはいかない。ソフィーとの約束を果たさないまま死ぬわけにはいかないんだ。でも、わかった。短くそれだけ返答して、僕は男たちの前に姿を晒した。まあどっち選んでも変わんないだろうけどね。これでいいんだろ。死ねない。まだ死にたくない。頭の中はそればかりだが、ここで彼女を見殺しにしたら、何か大事なものをなくす気がする。僕は自分が生き延びることだけを考えるような獣じゃない。化け物でもない。ソフィーの兄貴で人間でいたいから。その子を話せよ。へへへ、このバカ本当に出てきよかったぜ。お前アホだろ、頭バーリーって言われるだろ。そんなんでよく今まで生きてこれてね。大きなお世話だよ。僕はあんたたちと違う。はは、気取りやがってくるガキが。あざけるように笑いながら、男は手にした銃を僕に向けた。そんな約束俺らが守ると思ってんのか。思ってないよ。お利口で。不良ですか。へっへ、動くなよ。動いたらどうなるか分かってんよな。以上、ダダ上がりっすね。男たちの銃撃は致命傷になる。胴を避けて足の関節部に集中する。痛みなどは感じないが、これだけ連続して打ち込まれれば、いずれ破壊されるのは明白だ。ノーブ。案の定ほどなくして脚部のバランサーが粉砕された。平衡感覚を失った僕はそのまま無様に転倒する。なんてことをするんですか。やめてください。うるせえ。身動きの取れない僕を殴るように周囲の床を銃弾がえぐり飛ばす。それに女の子の悲鳴が重なった。まいったな。こうなることは分かっていたけど、せめてあの子を助けるぐらいにしなければ格好をつけた意味がない。そう思い、手をついて再び立ち上がろうとした時だった。さあ、ここでやめますか。おいおい、めっちゃいいところじゃねえか。え、まさか、あのお方がついに次回来てしまいますか。ええ、楽しみですね。はい、ではお疲れ様です。さようなら。